おはようございます。幸せに生きると書いて幸せです。はい、今日はですねピーマンの切り方をやっていきたいと思います。ピーマンは切り方次第で味や食感が変わってきます。ピーマンの苦味を抜く方法もご紹介させていただきますので、この方法を知るとピーマンが苦手な人でももしかしたら食べれるようになるかもしれません。はい、それでは早速やっていきましょう。今回のピーマンはスーパーで買ってきました。まずはピーマンの表面を洗っていきます。ピーマンを軽く拭いたら切っていきます。ピーマンの苦味の元はクエルシトリンという苦味成分とピラジンというピーマン独特の青臭い香り成分が合わさることによってピーマンは苦いと感じるようになっています。この苦味成分のクエルシトリンは水溶性になっています。ピーマンの香り成分であるピラジンは大きいものの方が含有量が多くなっているので、大きいピーマンの方がより青臭く感じます。このピラジンは熟成されるほど減少することが分かっています。ですので青ピーマンが完熟してできる赤ピーマンの方がピラジンが少なくなっています。なぎり包丁を使って切っていきます。まずはヘタを落として種と綿を取り除いていきます。ヘタの部分は少しへこんでいるので深めに包丁を入れていきます。こんな感じでギリギリで切っていきます。ギリギリで切ることができたらこんな感じでヘタだけをうまく取り除くことができます。この身の部分は食べることができます。中の種と綿を抜くときはペティナイフを使っていきます。綿がこの3点でつながっているので包丁で切り離していきます。あとはねじって引っこ抜けば簡単に取り除くことができます。実は身の方に比べてこの種と綿の方には10倍ぐらいのピラジンが含まれていると言われています。ピラジンはピーマン独特の青臭い成分ですが、血液サラサラになったり美肌効果が期待できる栄養価が高い成分でもあるので、ピーマンの苦味がお好きな方は綿と種も食べた方が栄養を多く摂取することができます。ししとうとか万願寺唐辛子を種と綿ごと食べるのと同じ感じですね。あとは中の種を反動をつけて落としていきます。この処理方法は輪切りの時によく使ったりします。次に細切りにしたりする時によくやる処理方法になります。半分に落としたら綿とヘタギリギリに包丁を入れて取り除いていきます。手でそのままむしり取ってもいいのですが、包丁で切った方がきれいに取り除くことができます。こんな感じで綺麗に取り除くことができます。苦味が好きで栄養を多く摂取したい方はもう少し綿を残したりしても大丈夫だと思います。半分にして綿に包丁を入れるのが難しかったら4等分に切ってあげると綿に包丁を入れやすくなったりします。こんな感じで用途に合わせて処理の仕方を変えていったりします。どうしてもピーマンの苦味が無理っていう方は綿を完璧に取り除くことによって大幅にピラジンを減らすことができるので試してみてはいかがでしょうか。ピーマンの繊維はこんな感じで縦に入っているので、繊維に沿って切ることによって細胞が壊れにくくなるので苦味成分が外に出にくくなります。逆に繊維に対して垂直に切ると細胞を切ることになるので苦味成分が外に出やすくなります。苦味を徹底して抜いていくために半分にして綿を取り除いた状態で1時間以上熟成させてピラジンを減少させていきます。まずは太めの輪切りに切っていきます。輪切りは繊維を切る分苦味成分が出やすくなります。ただ歯切れが良くなって食べやすくなります。繊維を切っているんでこんな感じで切り口に水分と一緒に苦味成分が多く出てきます。次に繊維に沿って平行に切って細切りにしていきます。ピーマンの表面はツルツルして切りにくいので内側から切ってあげると切りやすくなります。繊維に沿って平行に切っているんでそこまで水分と苦味成分が外に出ていません。輪切りのものと比べたら分かりやすいですね。次に色紙切りにしていきます。小さな角切りですね。物理的に小さくなるので苦味成分が抑えられます。次に繊維に沿って平行に切って薄切りにしていきます。次に繊維と垂直に切って薄切りにしていきます。
繊維と平行に細切りと、繊維と垂直に輪切りと、色紙切りと、繊維と平行に薄切りと、繊維と垂直に薄切りにしてみました。熟成が終わったんで、繊維と垂直に薄切りにして、生の状態でギリギリまで苦味を抜いていきたいと思います。クエルシトリンは水溶性なんで、水で洗って水につけてから苦味を抜いていきます。繊維と垂直に切っているんで、こんな感じで細胞から苦味成分が抜けて、色素成分も抜けて、水が緑色になっています。水が透明になるまで 2,3 回洗っていきます。このまま10分ぐらい水につけていきます。水につけていると水溶性の苦味成分が抜けますが、水溶性の栄養素も一緒に抜けていくので、天秤にかける必要性があります。こんな感じでクエルシトリンとピラジンをギリギリまで抜いて苦味を抑えました。こんな感じでいろんな形に切ったピーマンを食べ比べしていきたいと思います。いただきます。まずはこちらの輪切りの太い方からいただきます。やっぱり輪切りに切っているピーマンは、ピーマン独特の香り成分と苦味成分が断面から出ているんで、ものすごく苦味を感じやすいですね。でなおかつ太くカットしているので、ピーマン単体で食べるとめちゃくちゃ苦いですね。続きまして、繊維に沿ってカットしたものを食べていきます。こちらの繊維に沿ってカットしているものは、先ほどの輪切りピーマンに比べて繊維に沿って切っている分、口に入れた瞬間に鼻から抜ける香りは、先ほどの輪切りピーマンに比べて、ピーマン独特の香り成分と苦味は断面からそこまで出てないんで、口に入れた瞬間はそこまで苦味を感じないんですが、やっぱり噛むと太くカットしている分、ピーマン独特の香り成分と苦味が閉じ込められてるんで、噛んだ瞬間にものすごく出てきて、やっぱり苦味を強く感じますね。こちらが繊維と垂直に薄切りにしたものですね。こちらの繊維と垂直に薄切りにしたものは、もうほとんどですね、繊維と垂直にカットしているんで、断面からピーマンの独特の香り成分と苦味成分が出てきているんですけど、薄切りにしている分外に流れ出ていて、もうほとんど苦味成分を感じないですね。もうどちらかといえば甘みの方が強くなってますね。で続きまして、繊維と平行に切ったものですね。こちらやっぱ面白いですね。太くて分厚く切った輪切りの方と、太くて分厚く切った繊維に沿って切ったものを比べたら、輪切りの方がちょっと苦味をものすごく感じたんですけど、薄切りの方は繊維に沿って薄く切っているんで、繊維に沿って薄く切ったものの方が苦味を感じますね。やっぱり繊維に沿って切ってるんで、繊維の中に苦味成分が閉じ込められているんで、食感もあって、噛んだ瞬間に鼻から抜ける香りがものすごく独特な香りが強いですね。ですので、薄切りの方だと繊維と垂直に切ったものの方が苦味を感じにくいです。小さく切ったものをいただきます。物理的にピーマンを小さく切ってるんで、その分苦味成分は感じにくいんですけど、先ほどの繊維と垂直に薄切りにしたものよりも苦味を感じやすいですね。せっかくなんで、身の方に比べてこの綿の方にピーマンの独特の香り成分であるピラジンが10倍近く含まれているので、こちらを食べてみたいと思います。こちらの綿の部分はどちらかといえば苦味成分はあんまり感じにくくて、ピーマン独特の香り成分ですね、このピラジンが強いんで、鼻から抜ける感じが独特のピーマンの香りを感じますね。でも想像以上に食べやすいです。最後にしっかり処理したピーマンをいただきます。やっぱりしっかり処理をしているんで、ピーマン独特の香りも抜けて、苦味成分もしっかり抜けているんで、苦味はほとんど感じなくて、むしろ甘みが強いですね。結構なボリュームを食べましたが、ほとんど苦くないですね。ピーマンの苦味が苦手な方は、ピーマンを熟成させてからピーマンの繊維に対して垂直に薄切りにしてあげると、かなりピーマンの苦味が抜けるので、結構食べやすくなるんじゃないかなというふうに思います。ピーマンは特にお子さんが苦手な方が多いので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。はい、それではピーマンの切り方いかがだったでしょうか。食材を生かすも生かさないも料理人の
腕次第だと思っています。料理がまずいのを食材のせいにしている一流の料理人を見たことがありません。いろんなお客様に対応できるように食材について理解を深めて、一つ一つの食材に合った調理法を学んで最高の状態で料理を提供できる料理人でありたいものですね。この動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。